どうも、おなつでございます。ついにね、キングダムハーツファイナルミックス実況ということで、キングダムハーツ3がね発売したということで、今回はねファイナルミックスの方をやっていこうかななんて思っとる次第でございます。僕はですね、このゲーム、まあすでにねやったことあるんですけども、まあちょっとね抜けてる部分、覚えてる部分、様々なので、まあ、じっくり、どっぷりね、このディズニーっていう世界を堪能して、3までの道のりを楽しんでいけたらなと思って実況させていただきます。ということで、早速ニューゲーム。で、今回はね、サクサクで、いきたいと思ってるので、ファイナルミックス、普通のですね、普通の難易度でいきます。マニュアルです。なしです。この設定でいいですか？はい！とまあね、闇夜に落ちてきましたけども。残された時間は少ない。僕はもう戻れない。けれど、急がないで。恐れないで。扉はまだ閉ざされている。さあ、歩き出してごらん。ここまで来られるかい？左スティックで移動。少し倒すと歩きます。いっぱい倒すと走ります。ということでね、随所で、要所でね、カットさせていただいて、見やすい形でね、動画は展開されていくと思うので、そちらの方をご了承いただければなと思います。で、少し倒すと歩くと、こうですね。重くそ倒すと、ダッシュと。さあ、いろんな親父たちの顔が、親父たちが笑顔で、君の中に眠る力、力は形になり、形は力を与える。君はどんな力を望む？罰でジャンプ！罰でジャンプ！まあ、剣とね、盾と、あとは、ステッキとね、三種の神器ですか。まあそういったものがあって。まあこれはね、なんかこの物語を進めていく上で、伸びていくステータスがね、これで変わるみたいで。で、まあ剣が攻撃力。盾が防御。杖が、まあ平均的に、バランス的に上がっていくと。まあ僕はもちろん剣ですよ。攻め込む力、誰にも負けない勇敢な強さ、他人を傷つけ、破壊の刃。これが君の求める力、そうさ。そう、それが君の選んだ力。それじゃ君は、そのために何を差し出すの？まあでも攻撃するんであれば、まあノーガード戦法ということで、盾でしょうな。守り抜く力、仲間を助ける優しき強さ、すべてを拒絶する、なんとかの盾。それが君の差し、はい！そうさ。君は力を望んだ、攻め込む力を、君は力を、守る力、これが君の形なんだね。まあ力こそね、正義ですよ。パワーですよ、パワー。中山きんに君だね。なんだっけ、このプリンセスなんだっけ、デレシンかな。君が手に入れた力、それは戦う力。まるで攻撃。はい。そう、そうやって戦うんだ。そしてこれが、君の生きる力。右下に、ゲージが出ましたね。まあ、緑色が、HP と。まあ、MP とね、HP って書いてあるんで、皆さんは、わかると思います。だから君は戦わなくちゃならない。君のその力を狙う者たちと、わっす。いきなりジャンプした。
あ、緑の玉くれ、ドラゴンボール。敵を倒すと、経験値がもらえますよ。経験値が溜まるとレベルアップしますよ。また、敵が倒された時にアイテムを落とすことがありますよ。アイテムに近づくと、手に入れることがで、ほっほっほっ。まあ、そういうことですね。敵が、いろいろ落とすと。後ろだ。普通は近くのターゲットを自動的に狙いますが、RJ ロックオン。ターゲットを狙い続けます。ロックオン中は画面左上に、ロックオンの表示が出ます。ロックオンすると、ロックしたターゲットに向かってアクションするため、他の行動ができないことがあります。もう一度 RJ を押すと、ロックオン解除。まあね、こういうことですね。こっちにいても押すと、こうやって振り向くということですね。まあ、簡単にね、説明させていただきました。まあ、皆さんね、わかってると思います、そういうことは。いらないでしょう。そんな説明。さあ、顔面が雲行き怪しくなってきましたね。さらに飲まれていくと。もがき苦しむ。なんだっけこれ。このピンクイーノ。ピンキーノ、何ピンクイーノ。扉があるね。これはフィールアイコンです。このアイコンが表示されると特別なコマンドが表示されます。調べるコマンドが出ているときに参加コースと目の前のものを調べることができる。ドア調べましょう。これじゃあ、開けられないよ。フルボイス。三角コマンドは様々なものに変化すると。開けてきますよ。大きな木箱を押すことができる。木箱を押せとな。ぐるっと。よいしょと。木箱は壊すこともできる。えい、えい、やー。物を壊すとアイテムが出ることがあります。アイテムに近づくと手に入れることができる。すっと。手に入れたアイテムはアイテムコマンドで使用することができる。これがね、難しいんですわ。指がね、あっちゃこっちゃするんですよ。敵以外のものにもロックオンすることができる。ロックオンする間に L2 を押すとターゲットを切り替えることができるよ。こういうことですね。はいはいはい。もう早すぎてどっちかわかんないみたいな。よし。持ち上げる。はい、OK でーす。さあ、扉が現れた。三角で開けると。ドアノブが顔サイズだね。観音様のご登場かな？まだだよ。まだ扉は開かない。その前に君のことをもっと教えてよ。タッチパッドボタンを押すとその場から左スティックで上下左右を見ることができる。もう一度パッドボタンを押すと元の画面に戻ります。まあ、こういうことですね。うん、うん、うん。はいはい。話すコマンドの表示が出ました。三角を押すと近くの人に話すことができると。あなたにとって一番大切なものって何？なんだろうな。まあ僕だけの宝物だ。大切ですよ。何をそんなに恐れているの？まあでも、そうね。今になってわかるけど、年を取ることかな。ちょっと怖いよ、マジで。体力持たない。何がしたいんだ。まあでも、体力が持たないっていう意味では、強くなりたいね。でも強靭な肉体を手に入れたい。そんな物語かもしれない。自分だけの宝物を目指し、年を取ることを恐れ、強くなることを望む。
君の旅は夜更けに始まる。楽な道中ではないけれど、いつか昇る日、朝日が君をまぶしく照らすだろう。まあいいでしょう。その日は遠くて近い。君が扉を開くその日は。でん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 。これアリスだよね。違う。アリスだな。さあさあさあ。オプションボタンを押すとメニュー画面を開く。メニュー画面では持っているアイテムやステータスの確認、コンフィグの変更などを行うことができる。ただし敵とのバトルの間はメニュー画面を開くことができません。さあ敵がうようよと。これは回転切りしたいね。基本はね、こう巻き込みながらロックオンしちゃうと敵一体に絞り切っちゃう場合があるから、こうねロックオンしないでねやっとくと意外とまんべんなく敵に当たる時があるから、それをうまいこと活用してだね攻撃するんですよ。お前はかわすな。さあ一本の光が、これセーブですね。これはセーブポイントですよ。セーブポイントです。セーブポイントに触れると、HP、MP が回復します。セーブのコマンドが出ている三角ボタンのセーブメニューを開くと。まあ、瀕死でね、入れば回復しますよっていう、救済処置。おー。綺麗な階段だこと。ひたすらに登りましょうか。さあこの先のあの場所には何が待ち受けているのか。これちゃんと登ってるな。ベルだねこれ。美女と野獣だね。ちょいちょいはねディズニーは分かってる。光に近づけば近づくほど君自身の影は大きくなる。ドッペルドッペル。けど恐れないで、そして忘れないで。これは主人公の影っていうことなのかい。でかー、でかいこれ。お前これロックオンしなきゃいけないな。これ手突っ込んでる間に、あ、上に乗っちゃったね。さあ周りの敵を巻き込みつつもね、こう手を攻撃すると。ジャンプの方がいいね。意外とね強いんすよこの雑魚。ハートレスって言われるんですけど、届くかな。届かない、届かない、届かない。さあ切りましょう、切りましょう。はしゃぐな。いいね、あいいね、はしゃぐな。手乗り癖があるの。えい、よいしょよいしょ。うん、届かない。これは掴もうとして、そしてパンチやりましょう。敵を巻き込みだよ。巻き込み式よーし、攻撃力アップ。早速ねレベルが上がったみたいな。飲まれますね、また。でもこれは自分なんでしょ？だけど恐れないで。こいつが語りかけててくれたんだね。君は世界で一番強い武器を持っている。だから忘れないで。
一体誰なんでしょう。その扉を開くのは君なんだ。もう開いた？アヘ顔。動かすなよカイリー。そっちが勝手に驚いたんじゃない。そろそろサボる頃だと思ったんだ。カイリーどこ見て喋ってる。違うって、あの真っ黒いやつが俺を飲み込んで息ができなくなって言って。まだ目が覚めない。夢じゃなくて夢だったのかな。夢だろ。知らない世界でさ、変な場所でさ、あくびしてたやん。はいはい。なあカイリ、カイリが子供の頃にいた町ってどんなところだった？覚えてないよ、前にも言ったでしょ。思い出したかと思って。全然。帰りたくならないか？私はここで幸せだから。足でか。そうか。でもね、見てみたいって気がするな。俺も見たいんだよな。この世界以外にも世界があるんだ。死ぬまでには絶対見たい。じゃあ一緒に行こうね。おいおい、俺は仲間外れかよ。しかも真面目にイカダ作ってるのは俺だけだ。わっと。カイリも一緒にサボってたろ。バレたか。じゃあみんなで仕上げちゃおうね。向こうまで競争。なんだ今座ったばっかじゃん。よーいドン。いいね、青春だね、青春だね。年を取ることを恐れていた俺とは違うな、そのダッシュは。キングダムハーツファイナルミックス。